こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、メーカーの方と会う機会があって、合計8名の方にお会いしたんですけども、このメーカーの方、そしてサプライチェーンの方ね、8名の方軒並み言うことはやばいということでした。何がやばいかというと、商品は売れている、しかし仕入れができなくなったんで追加で受注をすることができないってことなんですよ。で、このままだと在庫がなくって他の商品を入れようと思っても割高になるんで、このまま人気のまま黒字のまま倒産する恐れがあるということをね、口を揃えて言われてましたね。もちろんこの動画を見ているあなたの会社のことではありませんから、あなたの会社は業績がいいのかもしれません。ただ今ね、世界中でどうもいろんなことが同時に起きてるんですよね。で、出勤する工場が1ヶ月間操業停止している、再開のめどはないと。で、自宅待機を、ね、申し付けられて自宅待機をしてるんだけども、家賃とか光熱費とか食費はかかっていくわけですよ。で、そこで思うんですよね。仕事があるって本当にありがたいことだったんだなと。プラスそのいつもの職場が役に立たなくなった時に、使えなくなった時、自分にそのありがたい仕事ってものがこの手にないんだなってことなんですよ。だから誰かの会社には仕事があるけども、自分自身の中には仕事がないというね、ことに気づくんですよね。でも今更ね、自分に何ができるんだろうか、自分にどんなことができるんだろうか、そんな商売なんて思いついたことがないよって言われるかもしれません。でも私はこういう例も聞いたんですよ。アメリカの10歳にも満たない少年が自分の自宅の前で道行く人に台所から持ってきたココアをお湯で溶いて1杯1ドルで売っているというね。で、自分のお小遣いしてるらしいんですよ。そうですね、皆さんの部屋にもあるでしょ、ココア、コーヒー。これを道行く人に1杯1ドルでどう、と110円でどうっていうふうに売り込んでるんですよね。10歳からもう商売を成功させてるんですよ。私たちは1ドルのもの売れませんかね、この年になって。逆に1ドルのものしか売れないとなると食っていけないですよね。会社という看板とか上司や部下という指導、こういうものがないと自分一人の商売すらままならないと。で、上司を使えないもの扱いしてみたり、部下をねバカにしてみたり、じゃあ一人でやってみろよって話ですよね。で、一人でやった結果、自分には言うほどの力がなかったってことが分かるのが現状ではないかなと思います。さあ今ね、世界中でものすごくビジネスってのが鈍化してます。で、観光も本当にソース感です。ですから移動交通もなかなかままならないように言ってませんよね。ただ日本から韓国までついに780円みたいなね、そんなエアチケットも出たらしいんですよ。ご存知ですかね、まあ、こういう風になっちゃうんですよね。で、私たちがこれから何をやらなければならないのか、不況ですからね。不況だから何をやったらいいのかっていうと、人を稼がせる、そんなことがですね、喜ばれることになると思うんですよ。ですんで、人を稼がせるための速稼塾、そしてドリームアカデミア、これはね、これからますます重要度を増すんではないかと思っております。まとめて言えばですね、自分でやれってことなんですよ。人の記事にコメントで反論するとかね、それはまさに他の人の会社にバイトに入っていって、その自分を採用してくれた会社を、まあ、ケチつけるってことなんですよ。失礼しました。何なんでしょうかね。私は自分の道を自分で作っていきたいなと思います。その過程で多くの方の手助けも必要だと思います。よろしくお願いします。それでは。